の原発10基、そして日本中の原発、そして青森県にある核燃料貫通施設、これらを1日も早くなくしたと活動を続けてまいりました。しかし全く力及ばず、このような事故が起きてしまいましたことがとても残念だし悲しいです。子どもたちは本当はここにはいてはいけない状況になっているということをいくら国に訴えても聞いてくれません。私の子どもも実は山形にいますけれども、週に1回会いに行く約束をしていても会えない時があって、子どもに本当に申し訳ないことをしているなと思って、先日実は17歳の息子が私に初めて言いました。僕だって友達に会いたい。私は東京品川から来た福島原発被災者救援の会です。東京都民、我々こそは福島原発の許したことに対するその責任を大事に取らなければならないと考えております。神はなぜ福島を選びたもうたのか。事故以来私はそれを問い続けてきました。だから神は新しい文明を福島から作るために福島の原発を選んだなどと、私はそう思うことにいたしました。人間が作ったんです。それはもちろんです。New farmers. Yeah, young farmers. 山本美奈子と言います。はい、今は西会津に住んでます、はい。トマトとメロンをハウスで栽培してます。25になります。でも、被害は全くないですし、むしろ避難所ができて、避難物資をみんなで送ったり、あとボランティアに行ったり、炊き出ししてて小さい子にこうミートボール渡したりとか、すごいのびのびできてて、農作業すごい大好きだから、もう明日死ぬかもしれないと思うと、明日は我が身だと思うと、何かこう一日一日大事にしていこうって思って、で毎日毎日大好きな農作業と大好きな森遊びをしてるんだけど、子どもたちがこうやって外で遊べないことを知ったり、あと飯舘村が田んぼに水が入ってないのを実際に見たりすると、もう私にも何かできないかと思って、今まで長野にいたから、そうなんですか。だから長野出身なんですよ。どこですか。伊那市です。伊那市、私伊那市です。長野から西会津移って、そうです。で原発の事故があってから来てくれた。最初長野に戻ろうと思ってこっちで研修してたけど、やっぱ何かとにかくしばらく残って何かしないうちは戻れないというか、もうここに行った方がいいのか、それはまだね縁の関係でわからないけど、ちょっと、ぜひ、ちょっと乗りに行きませんか、ここにオフィスがあるんです。あ、本当に。